どうも、作家の鳥越和夫です。そして、毎度おなじみ、西洋絵画の話題と技法管理人の松川紀弘さんと、で、二度目のご登場になります。俵工房の高橋龍馬さんにお越しいただいております。高橋でで、す。こんはばんい、よろは。しよくおろ願しいくしおま願いす。します。よろしくお願いします。本日は三人構成でまた、やっていきましょうというところなんですが、前回も紹介させていただいた、技法ビデオですね。技法ビデオのお撮影はもう、だいぶ進まれたんですか？いや、もう収録はすべて終わりあ、ま全し部終わって、て。ああ、なるほど。じゃあ、今回はその収録された、技法ビデオの中から、一部をちょっとピックアップして、ああだこうだという話をやっていよろしくお願いしきまます。しょう。ですね、このようにできました。今回はね、ベルギーのクレッサン社の、ものをですね、続いてホームセンターでね、このシナベニアですね、を準備しました。そしてこれにさっきの最初に出てきたのは板を買いに行くところなんですよね。ベニヤ合板をちょっと買いに行く時の話とかですかね、コツとか本編にはいっぱい語られてるんでしょうけれども、今回はもう単純にこの大きさだと9ミリの厚みのシナベニアをね、買いに行きましょうということと、このビデオに出てると思うんですけど、大体シナベニアこう、5、6枚あったとしたら、大体みんなしなってるんですよね、だからシナベニアってわけじゃないんですけど、その中でやっぱこうやって見てね、しなりの少ないやつを探してみたいな、その程度ですね。あとは同じね、今回こっちの方だとユニディっていうところで、うちの方では結構品物を置いてあるところなんですけど、シナベニアも9ミリだと場合によっては中サンドイッチが3枚しかなかったりとか、ものによっては5枚あったりとかですね、でたくさんあるからってわけでもなかったし、中にはなんかコルクみたいな感じのこう軽いのがあったりとかですね、かなりそう言っていいのか分かんないですけど、震災以降、そのベニヤ合板関係ってかなり品質変わりましたよね。なので、今回は僕の方では、基本的にはシナベニヤということで、化粧板をね、貼ってある9ミリのやつを、しなってないやつを探して使いましょうっていう程度です。布を貼りますからね、支えみたいなもんですからね。そうですね、今回は布って言っても、かなり、なんていうのかな、クレッサンのやつではもう粗めっていうぐらいのね、普段僕ら使わないような粗めを使いますんで、そんなにね、シナベニアの方の品質は問わないってことと、ただ話ずれちゃうけど、やっぱそこ、なんていうのかな、白亜でツルツルに塗ってそこに金箔を貼ってなんてことになると、やっぱこれはそのホームセンターあたりのじゃちょっと危ないんですよね、今ね。あとでこのなんかね、凹凸が出てきちゃったりしたりしてですね、そうなるとまたちょっと選び方、選択の方法、もう準備の方法ですかね、もしそういう形で厳密にやるんだったら、本当北海道のそういう試験場で作ってもらうようなね、ぐらい形になると思うんですけど、今回はそういうことで、まずしなりの少ないシナベニアを9ミリを準備しましょうって話になりました。はい、わかりました。あんまり特殊なものを言ってもね、それにどうやって手に入れるんだっていう話になると思う、実用性に欠けちゃいますからね。逆に言うとですね、これね、ルーブルに聞いたんですよ、そのこのレースの編む女の子の板なんですか、板に布貼ってるんですかって言ったら、分からない人がいたんですよ。どうなんでしょう。あれぐらいで、それ調べれば多分分かると思いますけどね。いや、めんどくさかったんですよね。ただ僕としてはもう一応、板とのセットっていうことでね、それはそれで、どっち、
か分かんなかったとしても僕はやっぱり作品をその人間に人体に例えるとってここでも言ってますけどやっぱ骨格は硬い方がいいっていうんで、うん、フェルメールがそれを使ってなかったとしても僕はこっちを推奨しますね。なるほど、はい、先ほど布の話出てきましたけどもやっぱり買い、はい、どの辺で買うのかとかそういうお話もちょっと聞けたらいいかなと思うんですけどね。そうなんですね。単純これ今回クレッサンのやつを、まあ、クレッサンベルギーですよね、はい、あ一応クレッサンジャパンで扱ってるよっていうことと、うんまあ、場合によってはタワレコボでも買えるよという要するに入手元は明記します。なるほど。あ、まあ、それビデオの中で、うんまあ、見てればわかるっていう。そうですね、よかった。そう逆に言うともう本当最後これセットですよね。規定材セットとかっていう感じで準備しちゃってもいいわけですよね。まあそうですね、それは楽というか、まあ、お手軽に、ね。筆も一応僕、ラファエロ社ともまあ提携しますんで、あと絵の具も、まあ、場合によってはうちが取り扱い店になると思うし、うんまあ、一応これのボブさんのセットじゃないけど、うん、ある程度もこれを実践しやすいようにするためのサービスは当然やりますね。ルーブルから送られてきた写真見るとね、やっぱかなり粗いですよね。あ、まあ、実際古い絵で表面がものすごいもうテッカテカのツルツルの作品でもキャンバス自体はそんな細めっていうのはないですよね。この当時やっぱりその海外用のキャンバスっていうふうにはおられてたわけじゃないです、うんうん、なので今回ね、実はその後またちょっと質問来ると思うんで、ちょっと今黙ってますけど、ああちょっと先行きましょうか。まあそうですか。なんか使うものはね、全部僕も前に何ていうのかな、ちゃんとその技法書書くんだったら、どこどこの、で入手できて、どこどこのメーカーの何番を買うとかって、やっぱその辺はもう当然責任持ってですね、ああメーカーにします。乾かしてから布を板に貼っていきました。でこれがね乾いてから白は水性地塗り塗料ですね。ラビットスキンを水に戻して湯煎してサイズをね作ってそれ で白は地塗り塗料を塗りました。続いてもう一回ですねこれが乾いてから、もう一層塗っていきました。これなぜね2層塗ったかっていうのはまた本編ねですね、まず布を貼って二皮で貼られたんですか。そうです。はい、で、はい、その後白亜を塗ってそうですね、この板にですね、まず一回こう二皮を染み込ませて、はい、今それで乾かしてから、はい、次に布を貼ると。でやっぱね、美大生、元美大生の人たちとかとか見てると、なんでその二皮、いわゆる前二皮っていうのかな、前二皮するんですかとかね、うん、とか言うんですけど、まあ、その辺も説明しますけど、やっぱ、この状態から最初に二皮塗って、そこから布を貼るっていうよりも、もうある程度一回布、二皮、糊分が入ってた方が、もろもろいいじゃないですか、いくつか具体的にありますけど、うん、なので、そうですね、前になんか僕ね、フェイスブックで書いたかな、いきなり結婚してくださいっていうよりも、その前のちょっと、前置きみたいな感じで、二皮の存在、まずここ置いといて、それからじゃあ結婚してくださいって言った方がいいんじゃないかみたいなことを言ったことあるんですけど、結構まあ、できるだけ、なんていうのかな、丈夫なっていうか、まあ、逆に言うと丁寧というか、できるだけ可能な限り、なんていうのかな、きちっとした、今回はその布を貼りたいんだっていうんであれば、その範囲内で目的に応じて、やっぱりできるだけいい形でやっていきたいなっていうことで、これ別に僕誰に教えてもらったってわけじゃないんですけど、うん、そうですね、三皮塗ってから布を塗ってみて。まあ、前二皮は、だから、目止めの役割をおそらくするでしょうからね。はい、まあ、シナベニアだから、アクノデは、そのラワンベニアとかと比べると、悪もそんな出ないとか言いますけども、まあでも、やっといて、うんうん、間違いはないでしょうかね。その木から出てくる成分を止める働きを、うん、する目止めとして最初に二皮を塗っておくっていうのは、まあ有効な手段だとは思いますけど。あ、はい。
まあ、あとね、三河のこともについてもですね、やっぱり見てる人たちがあるとで、なんで最初は水から戻して、湯煎するときも最初は水からゆっくり戻すのに、その溶液になった後は水からじゃなくていきなり熱いとこ入れるんですかとか、いろんな質問がありましたんで、まあ、そういうのもちょっと織り交ぜて、本編の方ではね、三河の扱い方とか保存方法ですね、もやってます。うん、これができてから、いよいよ油性のね、油絵の具による着色時ですね。あ、ちょっと待ってくださいね。そうすると、白は地を塗って、その後に油性の地塗り、油性用の地塗りという話だったんですか、この。そうですね、僕のところでは基本的に各部分のその名称としては布とか板の上に最初に塗られる塗料の部分を僕は地塗りって言ってます。あ、はい、で地塗りで、まあ、それには今回の白亜地塗り塗料、いわゆる水性吸収時ですよね、今回の 100% で、そこの上にもうかけますけどね、その状態で指示体として使えるわけなんですけど、今回はその上にさらに油性地を塗るっていうのは、それは僕下地って言ってるんですね、油性の着色地って言ってるんですけど、まあ、当然さっきのゴワゴワの花キャンバスの上に結構フェルメールの、ね、レースアーモンな糸のところとかって、あれゴワゴワだとちょっと描けないですんでね、でやっぱり白亜地である面目止めという、今回2回塗ってるんですけどね。それはハケで。そうです、ハケでですね。白亜を2層やった。そうですね。なるほど。で、それもなんで2層塗るんですかって話なんですけど、実は僕らだったら結構濃いめにタプタプに1回でいいと思うんですけど、慣れないとやっぱちょっと下手に塗れない可能性もあるんで、若干、濃度を薄めにして、一般の初心者の人も塗りやすいように2回に分けたですね、今回。はい、なので実際こう描いてみた時にはもうほとんどそのキャンバス面のこのアラアラのね、凹凸ってのほとんど影響しないぐらいな状態にはなってます。それで後でちょっと発るんっていうか、こうペーパーでね、ちょっと表面を平坦にしたりなんかしたりしてるんで、で逆に言うとこれ吸収性 100% の上に、なんかやっぱり初心者の方なんかやっぱ流動性全くね得られないんで書きにくいんで、なので当然その後下地油性地が来てね、今回はまあ普通にしてもそうやってやるわけなんですけど、この上に油性地塗るんで、すごく書きやすい状態にはなりましたね。その白亜の上に油性地を塗る最大のメリットというか、その効果っていうのはどういうことあるんでしょうか。これはですね、二通りありますね。一つは材料、僕らが材料だったら材料に優しいやり方と、もう一つは今度は絵を描く方として描きやすい方法での、手段としての考え方ですね。僕は単純に布にサイズ引きした上に絵の具をそのまま油絵の具を塗ってもいいかもしれないんですけど、やっぱりその自然な布の部分にやっぱ乾性油だとか、まあ、樹脂はいいと思うんですけど、油がやっぱ染み込む場合ありますよね、三河だけじゃね、でもそこにやっぱ僕顔料で一回コーティング、絶縁顔料が入ったもので、ある程度ちょっともう一回コーティング絶縁体を作りたいなっていう、これはどんな絵でもですね、でもう一つやっぱり布結構ね、キーっていうかトーンでいくと中間トーンっていうかもう結構暗いんですんで、最初にやっぱり白系統のね明るめのやっぱり地塗りを塗るっていうのは一つの僕スタイル、セオリーっていうか基準だと思っていつもやってるんですね。これが別にフェルメールだろうがダヴィンチだろうが、まず布の上に直接油分は置かないと、一回まあ当然サイズを塗って2カーで絶縁体作って、さらに白亜層1層か2層必ず塗ってます。でそれでもう一つは今回はこの白亜、いわゆる白亜っていうその顔料ですね、重点剤が
目の凹凸をある程度こう平坦にしてくれるわけじゃないですか、うん、はい、うん、なのでまあそれはその僕らにとってメリットもあるし、うん、今言ったように布に対しても優しいやり方だと思うんですね、うん、きれいに油が入ってくるよりもそういう二通りの、うん、簡単に言うとですね、なるほど、分かりました、意図があります、はいはい、まあ確かに二皮だけで油が止められるかどうかっていうのは私も非常に疑問視しているところで、うんうん、特に市販のキャンバスは曲げられてるんで、うんうん、あの多分あの二皮の層は割れて染み込むのが普通だっていうふうにあの私は疑っているんです、そんな、うんうん、特にメーカー製のキャンバスっていうのは二皮の層が薄いですからね、うん、と思います、はい、だから自分で貼るときには二皮の層を余計にあと二層を足すとか、うん、そうですね、うん、なるほど、で白亜層を目止めの代わりにもなるわけですね、とあとやっぱりあの昔風で言うと地整えって言うんですかね、地を整えるとある程度平坦、はい、うん、はい、まあ、まあ、それを昔の人がそのハンセンかなんかすごいこうゴワゴワのマストやなんかにそれをやりすぎてひび割れちゃったりとかとかっていうのも目止めをしすぎてですね、うん、深い亀裂が、うん、あの入っちゃうっていう場合もあったと思うんですけど、うん、まあ、今回その上にあの板があるんでね、うん、そういうこともないと思いますけど、まあ、厚めのインプリマトゥーラっていう言い方をするとまたちょっと違ってくるんですかね。厚めですか、うん、そうですね。ここのところは厚めだともう布目が見えないぐらいですね。この濃度だったら6、7層最低限塗ってツルツルにするってなると。まあ、じゃあインプリマトゥーラじゃないですよね。もう完全な層をなしてるわけなんで。ただこれをね、ちょっと前に北海道でお仕事やった時に、まあ、すごい先生といろいろ話して、はいはい、要は、松川さんにもちょっと相談したんですけど、要は10の厚さを油絵の具で7でやるか、水性のとかあるいはエマルジョンで7の厚みでやるか、その例えばでっかい絵だとその油性でそれを作るって言ったら相当お金かかるんですよね。で水性だと重みも増しますよね。そうですね、簡単にもう場合によってはもうコテでねガーッて塗っちゃえばかなりの厚みを1回で得られるんですよね、だからその辺のこともありますね、なるほど、バランスがね、はい、油性のね油絵の具による着色時ですね、なんでこういう色をね、まずね服の方にねということもですね、カーブの方で、ね、説明していきたいと思います。あ、これ油性の地塗りをしたとこなんですね、色付きで。そうですね、白亜地塗りを塗ってから、乾かしてから今回イエローオーカー系統でですね、でまたなんでこの色なのかっていうことも説明してます。ちなみに、普通皆さん、画材屋さんでですね、もうこうやって木枠に貼られたキャンバスを買ってきてこの上から直接描いたり、まあ、場合によっては下地を塗ったりして描かれると思うんですけども、その点いかがでしょうかね、この板から布を貼って、ここまでのかなり手間がかかったと思うんですけども、いわゆる原稿、僕ちょっと嫌みったらしく言ってたりなんかしてるんですけど、要は張りキャン買ってきてやるのとちょっと全然違うよと、うん、実はその辺をちゃんとこうはっきり僕言いたいところなんですけど、松川さんとかも皆さんこんなの当たり前だと思うんですけど、これ一般の人が見たらどう思いますかね。まあ多分めんどくさいってまずは。あとは、うん、やっぱちょっとね、言葉も完全な素人の人にとっては言葉がすごく難解だと、まずその既定剤っていうのも、既定剤っていう言葉からして多分全く馴染みがないと思うんで、何のことか分かんないっていうのは多分あるでしょうね。まあ、読んで字のごとくではあるんですけどね。一番下の、まあ、土台になる材料っていうことで、既定剤っていう言い方をするんですが、まあ、その既定剤の上に、まあ、この図に分かりやすく書いてあるんですけども、既
定材の上になんかいろんな層がこう乗っかって、こう地層のように層を出しているものが、まだ土台なわけですよね。で、その上にこう絵が乗っかっていくっていう、うん、うん、ことなんですけども、まあ、だから一番最初の土台の段階でこんだけの、なんていうかこう、手がかかってるっていうか、まだ準備の段階でこれぐらい、やるんですよっていうようなことですよね。松川さんどう思います？うん、僕ら当たり前でやってることなんだけど、どういうふうに思う？そうですね。やってみればそんなに大変でもないと思うんですけど。いや、まずね、まず材料揃えるところが大変だと思うんです。この材料が全部うちに揃ってれば、もうパッとやればいいんですけど。板買って、布買って、ニカワ買って、で、湯煎するときの、ビーカー買って、ボールを買ってとか、しないといけないですからね。まあ、それは高橋さんのところで。一回一回、こう、作品作るために一個ずつ作っていくわけじゃなくて、まとめて、こう、大体、たくさん作ってっていう感じですからね。そんなにすごいっていうことではないんですけど、でもこの手法は面倒だと思います。私見てもまあ、面倒って言ったらちょっとネガティブな言葉になり聞こえるでしょうけども、鳥越さんがこれ手間かかりますよね。いや、あのね、僕ね、言いたいのはですね、うん、要はこの中でも原稿技法とか言ってますけど、うん、一般的にやられてる絵ですね。原稿って、現在行われている。一般的にね、やってるっていう話なんですけど、それが例えば、ファンアイクとか、ホルバインさんがこの辺で工房やってたら、ハリキャンかなんかで描いてると思います？それで そういう絵でね、例えば今回3号ですけど、どっかで買ってくれば、まあ、300円か500円ぐらいで売ってると思うんですけど、それでフェルメールの絵を描いて、何百年前に描いて、それがルーブル美術館であれだけ脚光を浴びてですね、皆さんね、何十万もお金かけて見に来ると思います似たようなものはできるかもしれないですけど、やっぱり全然違いますよね。なので僕は別にこれが面倒くさいっていう人は本当やらなくていいと思うんで、ただ逆に言うと最終的にこういう画肌を得るためにはこういうプロセスっていうか、こういう工程、こういう構造で最終的な効果が得られるっていうことをやっぱ誰かちゃんと言わないと、鳥越さんダメですよ。だって銅板とかやったら、バイビューともっとめっちゃいいじゃないですか。いや、確かに、だからその、画肌、まあ、エラダとか、まあ、なんかマチエールですね、その、画面の物理的な、その、状態、物理的な画面のその、平滑であるとか、凹凸であるとか、そういう状態のところまで考えると、もう土台っていうのはもう考えざるを得ないところですよね。外して語れないところなんで、その、ただ書かれているイメージを写せばいいかっていうと、いや、それだったら写真見てりゃいいわけで、はい。だから、ね、絵をちゃんと鑑賞するんだ。だから鑑賞する立場としても、そういう絵肌、画肌のところまで見て、初めてだよっていうようなことを私、上からこう言ったりするんですけど。それを考えると、土台は絶対外せないんで。もちろん。ね、こういう構造した規定材が必要なんだっていうのは、それはもう、まあそれは当たり前にもう分かってはいるんですけど。まあだから、そうですね。まあ、これ、まあ、この手法は、なんか水星寺の上にまた油星寺を重ねてっていうふうにされてるんで、まあ、複雑な構造に見えるんですけども、まあ、でもそれはちゃんと、その、理由があってそうしてるっていう、ただ複雑にすればいいっていうもんではない、もちろんないですからね。
まあ、理由があってこういう構造されてるっていうところを見てほしいっていう気はしますよね。だから、っていうことはつまりその絵で買ってきたキャンバスと何が違うのかっていうその違いは分かんないといけないんで、いや僕はね、地塗りを塗る、あ、下地をね塗るとどう違うのかとか、例えば絵の先生、ね、にね必ず地塗り塗りなさいとか言われて、じゃあどんな色を塗れって言ってんの、いや何でもいいから塗れって言われてるって言うけど、要はそれ例えば夕焼け描くとしたらグレーと黄土色はどっちがいいかとかとかね、やっぱこれ絵って足し算なんで、組み合わせなんだけどはっきりしてるんですよね、だからどうしてこういう構造がいいのかともはっきり答えがあるんで、今回こういう絵を描くにはやっぱ今回はこういうあれで、だから要はそれね、同じものをねフェルメールをね、いろんな技法書にはハリキャンの上に、いきなり白いハリキャンの上にフェルメール描いたりとか、シャルダン描いたりっていう本ありますけどね、同じようになんないんですよ、だから同じ描き方で違う材料を使ってどう違うかってやっぱ一回描いてみるとすぐ分かると思いますね。松川さんそう思いませんか？私は実は油とこうニカワを混ぜてエマルジョンにして地塗り塗ってますけどもね。そうすると、まあ、1回で済みますのでね。そこの折衷案みたいな感じでやってますけどもね。まあ処方によってで、絵の具の乗り方とか、まあ、その吸収するしない、吸収度の違いとかで、感触ってだいぶ違ってきますからね。だから、もちろん。市販されてる、まあ、市販のキャンバスっていうのは、特に安いやつっていうのは、もうほとんどアクリルエマルションの地塗りが、ガッと1回、今1回か2回か3回か知りませんけども、そういう単純な、ものなんで、まあ多分ね書き心地は全然違うと思うんですよ、この処方のものと、市販のやつと、あるいはその吸収、白味だけで、まあなんか吸収時に書くのと、まあ油性時に書くのとでは書き心地が全く違ってくると思うんで。まあ、マチュアルも違ってくるでしょうしね。だから、まあ、市販の、その、安いキャンバスも、使ってみるのはいいと思うんですよ。その、使ってみないと違いってわかんないじゃないですか。いいもんだけ使ってればいいんだよっていうのも、まあ、それはもちろんそうなんですけど、でも悪いものを知っとかないと、その、何が良くて何が悪いのかって、こう、判断が、つかないんで、まあ、いろんなものを使って、で見るのはいいと思いますけどね。安いのから高いのまで、まあ余裕があればですけど。まああんま値段は関係ないみたいですね。まあ、そうですね。例えば今松川さんが言ったエマルジョンっていうのは水溶液っていうかね、水性のものと油性を、まあマヨネーズみたいにしてね、こう油と水を、はい、分散させるっていうことで、僕も実は昔いろいろやったんですけどね、もういろんな学者さんとかとも相談してですね、どうこれをその乳化させるかみたいなね、で僕頭の中でやっぱり油と水をこう乳化させるってちょっとかなり無理があるなと、まあ、そこに昔の人は石鹸入れたり、バンダイクは蜂蜜入れましたっけ、なんかいろんなことやってやっぱ結構みんな失敗なんかしてるんですけど、これで僕が考えたのはまさに今回のが水性 100% の字にある程度オイリーな絵の具分をこう染み込ませることによってエマルジョンの状態になるんですよ、だからその油と水性の塗料と油を混ぜて分散させて塗るんじゃなくて、水性の上に油を重ねて、その層を重ねて最終的にはエマルジョンを表面的にはですね、いわゆる縮め塗るところを得てるって感じですね。まあそれは基本だからエマルジョンが悪いってわけじゃないですよ。エマルジョンでも要は目的に合ってれば全然問題ないわけなんですけど、僕はこれを一応基本だと思ってやってるんですけど、まあ水性地の上に油っていうのは多分
あの、まあ、しかもその、油を多めに最初塗ってあげれば染み込む。うん、ソーセージの方に油が染み込んでいって、うん、まあ、その根を張るように。そうですね。でもその油分をかなり落としていけば、場合によっては水性の絵の具も塗れるしっていうことですね。かなり水性、うん、吸収時に近くもなりますしね。うんうん、まあその辺は最終的にどういう答え、どういう、まあ油性 80%、 油性 60%、 水性何パーセントみたいな、そんな感じにするのはやっぱそのさっき言った足し算でね、うん、どれにでもなると思うんですけど、う